正しい作り方について説明していきたいと思います。使用する水はできれば浄水器を通した水や市販のミネラルウォーターなどきれいなものを選ぶとなお良いでしょう。1. 水をやかんに移し蓋をして沸かしていきます。 2. 沸騰してきたら蓋を外し10分から15分間を目安に沸かします。 3. 保温ポットなどに入れていつでも持ち歩けるようにしましょう。ポイントはあまり勢いよく沸かしすぎると水の量が減ってしまうので様子を見ながら少しずつ火加減を調整することがおすすめです。お湯の表面が少し揺らぐくらいの状態をキープするのがポイントです。左右の温度は50から60度が適度な温度ですので一番効果がある飲み頃は自分自身にとって快適に感じられる温度だそうです。毎日左右を作る際美味しいと感じられる感覚を頼りにベストな温度を見つけていくと良いでしょう。